こんにちは。10月25日水曜日11時を迎えしました。大ちゃん歌さんの人生楽しみましょうの時間がやってまいりました。パーソナリティの片山大蔵です。こんにちは歌さん。こんにちは。今日はさすがに涼しくなってきたので、夏の装いを冬というか、まあ、秋の衣替えしてきました。ここの東戸塚はちょっと曇りでいくらか肌寒いような暑いような妙な天気ですけど、今日はどうぞよろしくお願いいたします。なかったねというところで横浜銀杯賞さん、こんにちは。どうもこんにちは。いやもう横浜マラソン、はい、すぐですね。翔さん、はい、手元にこの T シャツ届いてますよ ね。それね、はい、うちはねまだねなんかね届いてないんだよね。おかしいんだよね。あら、いやあのエントリーで、ね、あのできない。だから俺ね、あそうなんです、10月28日の前日の土曜日はですね、私、岐阜県大垣市に、ねえー、行ってですね、モンデコカミンシーズという、お祭りがありまして、それに呼ばれちゃってね、次の日帰ってくれないですよ。前の日ですからね。そうなんですね、残念でしたね。いや頑張ってくださいね、はい、宇都さんも。なんか今大ちゃんはその、T シャツ着てますけど、僕も届きました。あのまだ袖通してないんですけど、当日どういう格好で走るかまだ決めてません。あそうなの。大ちゃんはそれで。大ちゃんはもう決めてんの。俺だってもう翔さんからいただいた背中に片山大蔵って名前入ってる T シャツですよ。ああそっかそっか、はいはい、嬉しいですね。さすがに着物は無理なので、何か走れる格好で行こうと。だけどさ、歌さんが歌さんって分かる格好がいいんじゃない。いやいや逆に僕は目立たないようにしよう、うん、あそうなの、はい、もうああそうなんだ、間に合うかな。多分途中でへばってね、うん、歩く可能性が大なので、うん、もしかしたら最初から歩こうかと思ってる何言ってんですか。野球部でね結構シミュレーションして、バンバン楽勝で走れるような感じになってんじゃないですか。一応この間も心配だったんで、ね、夜でしたけど、うん、あのどのぐらいで、人通りが多くて、もちろんあの車道は走れないから信号機待ちながら、ストップウォッチを止めながら行ったら、あの7キロ1時間10分で行けたんで、制限時間1時間半、ね、あるからね。だから大丈夫だなって思いました。確信したわけね、はい、少し汗ばむだけ程度で息は上がらなかったんで。そんなに早いの。早歩きでそのぐらい、大ちゃんだってそのぐらいで行けるんじゃないですかね。そう、ハードル上げてくれますよね。ねえ、ねえ、だからあの自分のスタート位置とあのスタートラインまでがどのぐらいかかるか。でもそれちゃんとタイムは大丈夫なはずですから。靴のところに何か はめんだよね。はめて、はいはい、ゆうさんより、はい、大好きな翔さん、はい、大ちゃん歌さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。ありがとう。さて来週日曜日はいよいよ横浜マラソンですね。来たねこの話題。大ちゃん歌さん頑張ってくださいね。ありがとうございます。すいません、ライブがあるもんで目標タイムは設定してますか。目指せ感想。目標タイムって決めてんの。だからその50分か1時間10分が最、ね、あの一番最悪でしょ。一番早いので僕は50分ぐらい走って調子良ければ50分かなと思ってます。だしおさん、はい、練習してんのって言ったら、いやもう気楽に2キロ半5キロそう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 7キロ半までやるよって気楽に言うんですよ。そう、 2.5 キロのコースを自分で決めて1周するか2周するか3周するかは。だけどさ、ね、元野球部とはいえ、うん、宇多助がこの横浜マラソンっていうのがあって、うん、とか言ってたのがちょっとやる気になってシミュレーションで始めて、こんだけ走って体にいいことをやってるっていう、このなんだろう、やろうと決めて始めることって素晴らしいよね。でまた言うんですよ、うん、走り終わったら気持ちいいからまた明日も走るかなと思っちゃうんだよね。でもあのなんか癖になりますよ、あの走るって。今まで汗かきたくないなとか思ってたんですけど、もうそういうもうモードに入っちゃうと毎日走らないとなんか体がおかしくなるような気がして。いいことだよ、ね、すごいな。やっぱね、もともと野球やってるからね、こう分かってくんだよね、俺らも剣道とかやってたから、はい、やっぱそういう、でもなんだろう、ジム行ったりしてもそういうあの頃のイメージにはならねえな。いや、翔さん、あの50年前なんですよ、それ。あそうだね、そうだ、ごめんごめんすっげえ昔じゃん、俺ね、すっごい遠い話だったね新しいこと始めるの大変ですけど、目標があると頑張りますよね。翔、はい、さんがブルーハーブを始めたように、ブルーハーブね、やってるブルーハーブも始めたように、うんうん、私も今月いっぱいで病棟看護師を辞め、うん、
来月から訪問看護師になります。病院経験しかないので少し不安ですが、自分が生活したい場所で自分らしく生きたいと思っている方々を支援したくて決断しました。いいね。訪問看護師の立ち上げなのでしばらく忙しくてスタジオの方に行けないけれど頑張ります。怠け者は不満を語り、努力する者は夢を語る。あ、いい言葉言ってますね。私の好きな言葉の一つです。こうしたらいたいですね。もう一度お願いします。怠け者は、怠け者は不満を語り、はい、努力する者は夢を語る。あ、夢を語るね。いいです。夢語っていたいですね。ね、はい、ゆうさんです。ゆうさん、はい、今日来てるんじゃないですか、ね、いやドタバタしかダメでしょ。いやいや、ちゃんと手振ってますよ。あらね、訪問看護師ってやっぱりまた新たな道を行ってますから ね、大したもんですね。いやでもね、たまたま翔さん今回ねマラソン走ってないけど、それこそブルーハーモニカ、うん、じゃないけど、 それも初めて、そうやっぱそれを手本としてファンの方もいっぱいやってもらいたいですよね。まあそうだね。俺の場合ね、ブルースハーパー始めたら結構ね肺活量がないことが行き着いて、ちょっとこれをきっかけにタバコはやめられるかなと思って、ね、いやそれ無理です。無理かな、うん、あんま肺活量と多分関係ないですよね。あと思いますけど、僕もそんな気がします。ブルースアップって面白くて、はい、普通さ、普通のハーモニカってこうあの吹いたり吸ったりがこういい感じにくるんだけど、はい、あのね、まあ、こう合わせるとね、スー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 吹くスーぐらいな、おー、分かる。 そうなんです。そういうフレーズが多いってことに気づいて、ずっと吸いっぱなしなのよ。あの珍しい楽器ですね。そうだね。普通は吐いて息苦しくなって吸う。そうじゃ、そんな感じじゃ、ハーモニカって、はいはいはい、ちょうどうまくいけるようになってるんだけど、はいはい、これねやり始めたらこれ大変だと思って、苦しいのよ。でももともと翔さん歌ってから肺強いは強いんですよね。まあ、そう肺活量弱いってことはないでしょう、ね、いやいや、だけどなんかねやばいなと思ってね。タバコを取るかブルースアップを取るかっていうところまで来ちゃったらまずいかなと思って。いや、タバコも取ってブルーサーフも取って、ね、であの体を鍛えればいいんです。そうそうそう、その前に予行練習でマラソン、そうそうそう、そうか、マラソンを走る者は不満を語り、あ、違ったか。それ言うなら走らない者は不満を語り。そうだ、ブルースアップを吹く者は夢を語るみたいな、ね、感じだね。はい、いやいや、もう新しいアルバムが出てるから、曲を早くした方がいいのかなと思ったの、ね、先週ですね、10月の18日、はい、発売されました。これあのフラゲで前日あの新宿であのサイン会やって、まあね、今日来てくれてる皆さんも来てくれましたけど、いやなんかすごい嬉しかった。久々にあのサイン会なんかやっちゃって、いいっすね、ちょっとこう、ね、ファンのことこう話ちょっとしたりなんかして楽しかったですね。オリジナルアルバムぶっちぎりレベルヴィンテージ3から今日もお届けします。今ちょうどブルースハープの話が出ました、うん、このアウトロっていうか構想で私吹いておりますブルースハープ、聴いてください。ロックンロールマンブルース、横浜銀杯新曲でロックンロールマンブルースお届けしました。この放送は心からくつろげるひとときや本当に美味しいと思えるひとときなど、心をより豊かにする活動を行う JT、 地元に密着した暮らしに役立つさまざまなサービスをお届けする株式会社時は松、四季折々のフルーツや甘くてジューシーなフルーツケーキなどが揃う老舗果物専門店ティーベリー豊田屋、真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそば清水公益社サバスホール、困った時に来ていただければすぐに治療ができるをコンセプトに、横浜市内に5店舗の接骨院整骨院を展開している勝田メディカルグループの提供でお送りいたします。はい、はい、ちょっと言わなきゃいけないもいっぱいからね、はい、うん、八王島リックさん、リックちゃん、皆さんこんにちは。こんにちは。今日の八王島は曇り、うん、今週も現場作業のためメールだけ送らせていただきました。だってユッキーねえからそんなこと言ってんだ。そうだよね、だって現場にだってさ、あの携帯持ってければ危険だからさ。聞きますね。ね、うん、ま、レディもそう、ね、ね、うん、ずっとリアに聞けてません。あ、面白いネタはないんですが皆さんにお願いがあります。はいはい、10月25日はいつも状況の時はお世話になっている銀杯ファンのうなさんの誕生日なのです。うなさん誕生日なんだ。はい、うん、
ラジオはいつも聞いてると思うのでお祝いの言葉を言ってあげると喜ぶと思います。そしてなぜ覚えてるかというと、うん、我が家の結婚記念日でもあるのです。おお、それめでたいね。私にも何か一言お願いします。ではでは今日は三原山登山道の草刈り作業に頑張ります。あ、そうか。でも草刈り作業だったらさ、携帯腰にぶら下げたりできますね。できるよね、うん、しっかり働け。そのリックの結婚記念日におめでとうはねまあでもね、言いましょうかね。リックさん結婚記念日おめでとうございます。そしてうなさん誕生日おめでとうございます。うなさん誕生日ですよ。はい、誕生日っていいですよね。いいですね。最近はなんか年をこう増えることじゃなくて、こう一個の目安として、まあね、昔は生まれたことを感謝するとかいろいろあったけど、あ、一個年取っちゃったとか言って悩むんじゃなくて、また1年生き延びたとか思うんだよねそれだんだんあの年寄りの言うようになってきますね。そこからなんか生き延びられた喜びを噛みしめる日みたいな感じ。あ、うん、だからそうですね。そうそうそう、なんかね、だって最近亡くなる人多いじゃないですか。ね、でもそれ若く亡くなった方も財津和夫さんなんて俺ショックでしたよ。いやいや厳しいとか言う、はい、ね、なんかしあの ね、そうですね、ピアノの宣伝やってさ、はいはい、あと谷村新司さんもでしょ。そうですね、アーティストが亡くなってますもんね。まずちょっとうなさんにお誕生日を言ってください。あ、ごめんなさい、はい、うなさん10月25日お誕生日おめでとうございます。これからも元気にまた1年生き延びましょう。はいそうそう、亡くなったって言えばよしみさんから、はいはい、昨日爆竹のボーカリスト桜井さんが流れたとニュース聞きました。そうだね、あ、名前を聞いてビジュアルは頭に浮かびましたが今日は聞いたことがなく、うんうん、むしろ桜井さんの息子である小説家の遠藤遥さんの方が私にとって身近でした。そうなんだ。3年ぐらい前に芥川賞を受賞した時は平成生まれ初の受賞者と話題だったので、何冊か彼の作品を読みました。作品も結構いいですよ、うんうん、遠藤さん、翔さんと同じ白洋高校出身でしたよね。いや、全然知らん。だって息子でしょ。平成生まれだから ねどんだけ離れてんだ。俺先輩だけどさ、俺ね8期生だよ芥川賞作家とロックスターを輩出してるなんてさすが偏差値の高い進学校すごいですね。そりゃそうだよ。まあうちの学校ね、あのキャロルの内海さんもね卒業してますからね。キャロルが遠藤遥さんはね慶応義塾大学らしいですよね。あ、俺はね天下の関東学院ですからね、ほんま広い方がいいんだってすね、あの関東学院で、関東学院よりもいいのはもっと広いから日大になるね。あだから行くとでかいのは日大で、関東学院、神奈川大学、横浜なんちゃらにこなって名前がでかくて、そう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 土地の感じが広くなるからね。関東6県6県ローラーですからそれにしても57歳で行ってしまうなんて早すぎます。そうだね、年下ね。本当に人生っていつ終わりを迎えてしまうか分からないので、やりたいことをやって悔いなく行きたいと改めて思いました。よしみさん、だからさ、なんかちょうどライブの途中で具合悪くなってみたいなことちょっと、ね、はいはい、耳に挟みましたけど、きっとね彼らも35周年かなんかでちょっと前にいろんなのやってきたと思うんだよね、うん、だやっぱなんだろう、その俺も今さ絶プツアーに向けて一生懸命やって、結構さ、体語気使っちゃうんだよね、はいはいはい、リハでもやっぱ始まるとガーッと集中するからさね、えだからいろんなことで大変なあれが重なって負担になったのかなとか思うとちょっとね、だ年下が亡くなるのはやっぱきついですね、うんうん、まあ、銀杯解散した後に、彗星のごとが現れてきたね、うん、グループでしたから、まあ、俺も知ってますけど、いやだけどちょっとショックでしたね。まあ、一緒にやったことはあるんですけど、さすがに一緒にやらないですね、全然ないですね。とにかくでも悔い残さないようにしなきゃですよ ね、うん、やっぱりだからチャレンジしてなきゃいけなくて、そう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 、前向いてしっかりしましょうで、完全燃焼で悔いなくです。俺ね、はい、ラちゃん3年目にしてね、はい、ついにうちのコキアが紅葉しました。おお、すごいよ。もうね、あの株は少ないけど俺んちひたちなかかっていうぐらいね、すごいよ。おう、あの、まあ、夏から写真撮ってたんだけど、まあ、グリーンになって、はい、でちょっとこう黄色くなってくるのね。でこのまま枯れちゃうのかなと思ったら、
今赤くなりましたよ、ゴーンと。ここ来る最中のあそこのそうそうやつも綺麗になりましたね。上が頭が赤くて、はい、で下がグリーンが残ってて、はい、やっぱ自然のあの畑のやつはあれあれすごいよね。すごいですね。ふっさふさしてるもんね。ねえ、写真見てますけどすっごい赤いんですね、うん、これ。そうなの。これ通勤途中のやつね、あ、これは通勤途中のやつか、うん、そう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 。すごいじゃないですか。ほうきにならなかったんですね。いや、これからほうきにするんですよ。まあ、ね、これからね、あのほうき草とか言うんだよ ね、 あれね、別名ね、コキアはね、うん、だってこれから全部あの実が取れたら、だからもしかしたらいい種が俺のあのカナっていうかのあれの中に入ってたら来年は苗買わなくても生えてくるんじゃねえかと思って。あれだから、あの出所ってあの通勤途中のやつ一つ二鉢って持ってったあれ、ね、あ違うんですか。持ってってないよ。うどうしてお前どうしてそんなこと言ってんだよ。いやいや、でもこれ写真俺が持ってくわけねえだろ。やたらいっぱいあるから一個ぐらい。いや、そういう問題じゃないだろ。人んちの畑だぞ。まあ、お前らはしかも俺がなんかパクってきたみたいな言い方してたろ。違うからね、俺のはちゃんとあの川崎に、ね、とても素敵なファミリーレストランがあって、その横にある園芸屋さんに綺麗な奥さんがいるんですよ、はい、だけどね今回はね、あれあそこのほらスポンサーをやってくれてた松沼さん、うん、はい、松沼のところが一つ鉢を持ち寄ったんですよ、はいはいはい、多分これが成功したんじゃないかなと思って。だからね、あの3年目ですよ、はい、頑張りました。石の上にも3年って言いますから ね、やっぱ赤くなったら嬉しいわけよ。本当に見事ですね、赤ってね。ね、うん、そうそうそう。で、ね、写真に俺撮ったから今日フェイスブックのに上げて出してもらうけど、はい、目で見たとさ、あの写真撮ったのはちょっと色目違うんだよね。あ、実際はもっとねくすんだだけど、なんかカメラの性能がいいから、はいはいはい、すごい赤に見えちゃうね。だけど、はい、本当はもうなんかこう渋いんです、枯れた感じの赤、うんうん、はいはい、なんかね、あの、なんて言ったらね、エビ茶色みたいな、なんかそんなような感じ、うん、なんかちょっとね今回ね満足してるんですよ。だから来年、まあ、その鉢から出なければまたちょっと苗を購入して今度もっと増やそうかなと、そう、うん、思うぐらい嬉しかったですね。あれ、コキアって1年割るともうそれで枯れて終わっちゃうんですか。終わっちゃいます、終わっちゃいます。じゃあ毎年新しい種でやっていかない。だから多分そこにあの俺の後輩のやつはそこからまた種が落ちて出てくる場合もあるから、うん、そしたらそれをまた育てるみたいな、はいはい、いや感動でした。1年3年かかって、はいはい、3年かかりました、うちのアキコ。アキコ、コキアのアキコ、コキアのアキコちゃんですかね。東村山のヤディさん。誰ですか。ヤディ。ヤディ翔さん、初めてメールします。おお、初めてか。ヤディ、いつも聞いてますよ。ありがとう。本日家内が63歳の誕生日です、うん、63歳おめでとう。多いな今日、ね、うんうん、結婚42年目になります。あ、いいね、42年間も連れ添うんだぜ、ね、毎年仕事帰りにケーキを買ってお祝いをしておりますが、うんうんうん、家内が遅番で夜帰ってこないのでお祝いできません、うん、家内は長年翔さんの大ファンです。どうか優しくおめでとうって言ってあげてください。家内、ちょっと待ってください。家内の名前はうなです。よろしくお願いします。翔さん、うなさん、うなさん、さっきうなさん、さっきあれ、ね、言ってんじゃない、これ、さっきみんなだから多いんじゃなくて、さんからの同じ人なんだよね、同じ。ヤディの神さん、うなさん、いや、さっき言ったけど、もう一回二ともさんだもんね。えだ、お前自分でも言うし友達からも言わせてダメだぞ。うな、お誕生日おめでとう、おめでとう、ね、2回言っときました、はい。いや、なんかでもいいね、お誕生日もそうなんだけど、別のところからまたね、そうやって誕生日、まあ、人望があるんだろう ね、 いいですね、うん、ヤディさん、ゆりえさん、ゆりえさん、はい、大ちゃん、うたさん、セクシーボイスのショウさん、こんにちは。おうおうおう、こんにちは。ぶっちぎりイレブン、ヴィンテージ3、うん、全曲がかっこいいだけでなく、うんうん、人間臭かったりブルースからフォークソングまで、うんうん、満載の最高のアルバムですね。ありがとう。横浜池王子ロックンロールの中で翔さんのセクシーボイスで、うん、おいでエロ、いい目見せて悶絶なんて言われたらもう燃えるよね。本当ね、翔さんの言うこと言う、これからの横浜銀杯は素敵な大人のアダルトな横浜銀杯ですよね。翔、うん、さんの声で悶絶している中、うん、明日我が家のベイビーシーズこと、うん、スエさんが全身麻酔で手術をします、うん、いやー大変だ。69歳、うん、
での全身麻酔はかなりのリスクが高いんですが、誠さんが医者に、たとえ余命が半年であってもこの痛みから解放されたら元気に歩きたいと願いを言うと、医者も頑張りましょうと言ってくれました。そんないつも前向きなお母さんに頑張れをお願いしますって。いやこれはリスク高いですけど、でもねえ、お医者さんも頑張れをって言ってるんだったらちょっとね勇気湧きますよね、やっぱ高齢の俺も黒が庭で転んで大腿骨骨折みたいな時も麻酔どうのっていうので、やっぱ全身麻酔はちょっと負担があるんで難しいとかいろいろ言われたりとかしましたからね。誠さん頑張ってください。私応援しております。はい、でもそこら辺の年代の人のうちの袋90とかだけど、年代の人って戦後の人とかそこら辺だから根性入って強いんだよね。強いのよ。うちの袋が大正生まれだったからね。はい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 、大正13年だから、はい、ね、あの令和までは生きてられませんでしたけど、大正昭和平成と駆け抜けて、根性入ってましたね。入ってられて、うちのおふくろ入院して飯食わないんだけど痩せないんですよ。でうちのおふくろが医者に、なんで食べてないの痩せないんですかって言ったら、その年代は痩せないんですって。根性入ってるからすごいよね本当。全国のお年寄りの皆さん本当長生きしてください。見習わなきゃいけないですよね。そうだね、あれをね、俺なんかすぐもう、あーダメだ薬くださいとかさ、ダメなんだよねきっと、気合で治したんだろうね。俺全然薬なんか飲んだことない。大ちゃん飲まないよね。そうですか、風邪もひかないしね、入院もしないし、すっげえ強いよね。ピンピンしてますね、僕も本当は飲みたくないんですけどね。宇多さんどうなの、強いのやっぱり。痛風と高血圧の薬は欠かさず飲んでます。毎日もろ病気じゃない、ね、もう、はい、もうすごいデパートじゃんもう、ね、すごいね。もうこれは一生飲み続ける。痛風なんて贅沢病って言われてるじゃん。そうですね、うまいもん食って、まあ、酒のせいじゃないかなと思うんですけど。だけど今プリン体とかも結構こうなくしているのを飲むようにしてるんでしょ、はいはい、それでも食うと食い物も、はい、ダメだよ。まあでも翔さんにしろ歌さんにしろ、お客さんが来て接待してくれちゃうから、まあ、それはあるね、それはあるね。それも美味しいもんばっかりですもんね。あるね。ツアーの時の翔さんの食べ物とかって、ガンガンエネルギー補給度で痛風にならないかなと思うような、そうそうそう、油っぽくて。そうなのよ。いやでもその代わり歌さんは座りっぱなしだけど、翔さん動きっぱなしだもん。ステージ上では、ね、ステージでね動くからね、はい、そうですね。あ、そうだよね、ステージで座りっぱなしだもんね。もう、まあ、汗はそんなに書かない、翔さんほどかかない。立って座れてしか運動してないじゃん。いやいや、でもほら、いやいや歩いてあそこまで行って、ね、バカ野郎何言ってんだよ。歌すけはちゃんと踊りもやるじゃないか。踊りもね、はい、ちょっと言った方がいいんじゃないの。そうですか、踊りもやるやつ、はい、踊りはやらないかこれ。今回のこのちょっと今日、皆さんに告知したいなと思うやつは踊りはないんですけども、11月の5日に、鎌倉田楽寄せというのが鎌倉商工会議所の地下のホールでやります。これは横浜の駅から、あ、横浜じゃない、鎌倉の駅からすぐ5分ぐらいのところで市役所の隣でございます。西口徒歩5分ですね、はい、演目はですね、目黒のサンマをよと、あと芝浜とよ、ちょうど秋と暮れの話を続けてやりたいなと思っております。ゲストの方はお三味線で、小梅美由紀さんと、前座さんはね、ちょっと講談の、女流講談の方を頼みました。講談ってのこのバタン、はい、そうです、はい、時はなんとかかんとか、あ、そうです。ああ、いいね、面白いね。その、うん、4本仕立てでございますから、ぜひ来てください。チケットの方は私持っておりますので、よかったら、0903243-8146、0903243-8146、桂歌助まで、木戸線の方は2500円でお売りしております。鎌倉駅から徒歩5分ですぐじゃん。ね、すぐだね、商工会議所のホールだって。ですから、まあ、あの、ね、鶴岡八幡側じゃなくて、あの、うんうん、市役所のある側で。図書館かなんかあったっけ。あ、そうですね。そっちの方でね。いやー、ちょっとなんか目黒のサンマ聞きたいな。これはね、美味しく食べて、ね、やっぱりサンマ美味しいよというような話、ね、秋の一番の定番の落語でございます。そうだよね、なんかさ、そのサンマがさ、はい、あのなんか町に、ま、庶民のところ迷い込んでさ、はいはい、で食わしてもらったのがさ、そうです、真っ黒けっけでね、でもそれがうまいんじゃねえかっていう話だね、お殿様ってね、やっぱり不自由な生活ですから、うん、そうだよね、タイしか食べない、まあ、豪華なんですけど、うんうん、冷めてるわけですね、うん、おどくみ役がいて、ね、しょうがないのを確かめてから食べるので、でも長屋はね、七里にガー焼いてね、真っ黒になってもね、油ガンガン出てね、はい、俺は食えみたいな、はい、それで美味しくてたまんないって話ですね。聞きてー、
もうサンマの季節ですから ね, ねこれあの聞いて、うん、サンマ食いたくなるような風にしたいなと思っております。あそうだよね、はい、あいいですね。皆さん11月5日、はい、お時間のある方は、まあ、リクエストがあれば踊ってもいいかなとは思ってるんですけど、ね、これあのプログラムにはないですけども特別ね、急にじゃあサンバかなんか打ってくる。そういう踊りはそういうんじゃないか、はいはい、だってさ大ちゃんさあ読もう、はい、お願いしますお願いします。大阪のトントンさん、トントンさん、翔さん、大蔵さん、たすけ師匠こんにちは。こんにちは。先週のメインイベントはニューアルバムぶっちぎり11ビティ3の発売でした、うん、そうだね。全国各地の銀友さんがいろいろと何と奔走されたかと思います、うんうん、このあたこの後頭が痛いのは、うん、初回版の特典である楽屋訪問をどこで申し込むかということです。ああそうだね、やっぱり地元大阪か、うん、ファイナル横浜か、うん、いずれにしても競争率はどこも高いんだと思います、うんうん、当選しますようにいろいろな神様にお願いすることにします、はい、それにしてもアルバムのラストソング、うん、Like the Rolling Stones は衝撃でした。あえて歌詞を見ずに、うん、歌詞カードを見ずに聞いていたところ、うんうん、感想後の歌詞を聞いて思わず涙が溢れました。ありがとう翔さん、かっこよします。そしてありがとうございます。ZEPP でも堪能いたします、うんうんうん、大阪のトントンさん、何箇所も行かれる予定なんですね。じゃあトントンさんはね、まあ、2箇所ぐらいじゃないですか。2箇所ぐらいですね。いやね、Like the Rolling Stones はね、まあ、ローリングストーンズみたいにみたいなね歌で、まあ、彼らみたいにかっこよく、まあ、俺の15個上なんでね、もう80歳なんですけど、で先日2日後の10月20日に、ハクニダイヤモンドとかいうアルバム出しまして、俺さ、はい、だって買っちゃったんだね、ストーンズのアルバムのさ日本語版みたいなやつ。やっぱさ金かかってんだよね、ちゃんとしたでっかいのにさ、おーバーン入っててさ、ね、でライナーノーツも全部入って、歌詞カードも全部入ってさ、DVD と CD 入って、あの昔そのシートみたいなのでこうやって角度を変えるとさ、あの、はいはいはい、写真見たらこう2つこう動くの分かる、はいはいはい、あれがさ、そうダイヤモンドにこう剣が刺さってるのがさ、バキッて割れるようなこう角度を変えると見えるやつがついてて、これかっこいいなと思って、あこういう CD のパッケージもいいなってちょっと勉強になりましたけどね、はいはいはい、いやストーンズかっこいいんですよ。だからまあストーンズ見てかっこよく行きたいというところに、自分の銀杯の43年間の人生を重ねて作った楽曲なんですけどね、まあ、ぜひ最後の曲、10曲目の曲なんで、皆さん、11月3日からの ZEPP ツアーで、このヴィンテージ3のアルバム全部全曲やりますんでね、ぜひ覚えて参加してもらいたいと思ってます、はい、そういえばさ、うちの弁護士は手がかかるっていうさドラマがあるんだけど、はい、そこにさ、あんたまくんだよね、見てたらさ、ストーンズの新曲 のそれこそアルバム入ってアングリーって曲がさ、うん、主題歌になってんのよ、うん、あいつらどっからテーマしたんだなと思ってさ、はいはいはい、そしたらさ、そのドラマが始まったらストーンズの歌がガーン売れたらしいんだよね。すごくないですか、主題歌を、はい、海の向こうから取り上がって俺のもしろよみたいなやるわストーンズ。ドラマを作るちょっと方お願いします、ね、そうそうお願いしますよ、お願いしますよ、横浜銀杯、はい、CM にはでも使われてましたよね。どれの、だから翔さんの CM、 あの海にあの、うん、サーファーで乗ってるやつ、あれなんて曲だっけな、え海にサーファーで乗ってるわかんないこと言わないでとか歌えないのが情けない。札幌の白い妖精ロコさん、はいロコさん、横浜銀杯ニューアルバムぶっちぎり11ビテ3すごくいい、ありがとうございます、最高の仕上がり、はい、聞いてると元気玉をいただけるし、うん、泣けてきます、うん、すごく懐かしい気持ちが溢れ出てきます、うんうん、横浜銀杯って本当にすごいバンドだなとドキドキしています、うんうん、素晴らしい楽曲ありがとうございます。こちらこそ、私は横浜銀杯解散後37年間のブランクの後に横浜銀杯 40s で出戻ったファン、うん、今横浜銀杯とともにまた時を刻めることに感謝しています、ありがとうございます、うん、ZEPP 札幌の楽屋訪問当たりますように。私はシャイですので楽屋の柱の階からそっと皆さんのお姿を拝見させていただきます。巨人の星のアキコさんねえんだからお前何言ってんだよお前最近息切れ承知しているのでもう一度気持ちを奮い立てて笑顔で元気に行きたい、そうだね、静かに目でご自愛ください、うん、札幌のロコさん頑張ってね、ロコちゃんね、元気つけてますね、うん、素晴らしいですね、うん、でも気持ち次第ってあるからね、もちろんもちろんやっぱり
だその時に後ろにやっぱし曲ってすごいですよ、うん、音楽ってね、うん、そうそうそう、それで盛り上げてくれて気分ハイになっちゃうもありますもんね、うん、ちょっとしたね、やっぱ音楽が一番身近かな、映画とかそういうのでふっとなんか気づいてあーとか思うこともたくさんあったりとかするけど、やっぱ音楽が一番身近で3分4分のドラマの中でなんかこう元気くれたりとかするよね、うんうん、だからマリン FM のサタデーナイトメーカーアントニオ本殿、あれがそうですね、会議行く、これはもう今日コテンパンにやられる日なんだっていうと通勤途中にもう何自分を高める曲ばっか、それこそロッキーの曲じゃないけど、はいはいはい、あれをちゃんと曲でバージョン作ってて、もう通勤でその最中にダーって燃えて会議行くんです。すごいね、それもね、でもそういう力はあるよね、ありますよね、絶対にあると思うな、まあ、リラックスしたい曲もたくさんあるけど自分をちょっとね奮い立たせる ね、まあ、スポーツの選手みんなね、ね、自分で聴いてやったりとかしてるからさ、お助けは走るときはどうするの、何か聞くの、いやまだ決めてないですけど、多分何も聞かずに、黙々と、でやっぱり翔さんのライブ僕、何回としかまだ行ったことないですけど、うん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 、行った後、翌日自分の回があると、やっぱりテンションが、あのリズムをどうしても残ってて、翔さんが乗り移ったような感じの芸が上がるような感じ、喋りすぎたのが乗り移った感じの乗り移った感じの、なんかいやありますよ、はい、そうですか、そういうパワーがやっぱり翔さん、はい、ね、みんな、皆さんも絶対パワーにしてください。もしもだから、うん、お友達がいて買ってないってんだったらやっぱりおすすめしてあげるとかね、はい、今ロコさんの話じゃないけど、そうそうそう、何年ぶりに帰ってくるってファンもいっぱいいるからね、うん、そうだね、教えてあげないとですね、はいはい、ロックのママさん、ロックのママさん、大ちゃん、歌さん、そして翔さん、こんにちは。こんにちは。陽気はすっかり秋ですね、はい、先週の放送は食欲の秋を満喫された翔さんの美味しい見分け話を楽しく聞かせていただきました、うん、そう、前も食っちゃったからね、うんうん、グルメツアーだったから、ね、はい、そうそう、全然キャンペーンじゃないのそして新しいアルバム私の手元に届きました。ああ、よかったね。今回のアルバム発売日は去年エビスでのランさんのお別れ会のと同じ日だったと思います、うん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 、偶然いや必然、大きな悲しみを乗り越えて前を向いて進んできた証のアルバムなんじゃないかと思いました、うん、はい、どの曲も好きだけど私の気に入りは翔さん作詞作曲のやっぱしローリングソーン、あー、ライクザローリングソーンですね、うん、いろんなことがあるけど諦めずに力強く、うん、力強く生きていこうって改めて思わせてくる曲、素敵な曲を作ってくれてありがとうございます。いえいえ、ロックの和さん、聞いたことない人は早く買った方がいいよ。嬉しいね、そんな感想言われちゃうと、うん、ね、最後に泣けてくるなんていうのはね、一番ね、曲を作って、ね、歌ったアーティストの妙に尽きるなと思いますね。本当ですね、嬉しいですね。ああ、そっか、だから本当にそうなんですね、うん、ステージやってる時にお客さんの反応がそれがもろいに来るんですもんね。そうだね、コンサートはそうですよね。そうですよね、だそれはもうなんかでもだんだんこのなんだろう、年取ってツアーやってるとやっぱしみる時の感じがなんか盛り上がらなくてもなんかね、盛り上がってくれてるっていうのが分かったりだとか、うんうん、そういう場面は増えてきましたよね。そうかそうか、結局ギャーっていうのももちろんあるんだけど、うん、そうじゃないところでの ありますよね。まして今なんかコロナ明けだから忘れちゃった、あのノリっていう会場にもなっちゃったりするんですよね。はいはいはい、はいはい、11月からのゼップはもう声出しも OK です。マスクも関係ないんでね、思いっきりやりたいと思いますんで、はいはいはい、曲の方いきますかね、はい、はい、じゃあ皆さんね、今「Like the Rolling Stones」推しですけど、今日はですねジョニーちゃんの歌ってる曲をねちょっとねパーティーチューンで楽しいので聴いてもらいたいと思います。この曲ね THP っていうんですけど「Together Happy Party」ね、第5みたいな、第5号みたいなので第5号じゃないですとか言ってたけど THP、Together Happy Party、 これ、私が低音のブンブンとかやってますんでその辺よく聞いてもらいたいと思います。じゃあ行きましょう、ジョニーちゃんのナンバーで、あ、横浜銀杯のナンバーで THP。 はい、横浜銀杯でThP お届けしました。今日はねたくさんギャラリーの方が来てくれてて、いろいろお土産ももらっております。みおちゃんかぼちゃケーキ、ワイルドタカさん福島から新米持って届けてくれました。ロンリーウルフくんはアロマクリーム、ゆうさんが千葉のピーナッツ、ひろこちゃん千葉のお土産お土産セレクト
そしてマガレスさん、ティーベリーのみかんも、もうみかんの季節なんですね。そうですね。ね、羽田の高さん、ご飯のお供いつもありがとうございます。マーシーさんはお風呂バブルエタムさん、ヤクルト戦。そして娘が、タムさんの娘が新米くれました。お米大量です大変です。皆さんありがとうございます。お手紙ももらってます。ラジオネーム銀狼です。銀の狼と書きます。翔様に会いたくて初めてラジオ観覧に来ました。中学の時から横浜銀杯の大ファンです。いましたね、中学からの大ファン。いや嬉しいですね。年もバレますけどね中学からの大ファンですと足し算して、あ、やめておきましょう、ご本人にねお会いするのが初めてです。これからも銀丸けないということで松葉杖で来てくれる本当に、ね、なんか分かるんですけど半月板損傷かなんか分かるんですけどどうしたんだって言ったのがね、初めて観覧してくれて俺と交わした言葉がどうしたんだ、まあ、いろんなファンの方がいる中、なんと俺の同級生も来てますね。上条、あの今日俺の同級生の上条くんはですね、東戸塚であのビーフシチューで検索すると分かると思いますけど、めっちゃうまいね、あのアンジュールっていうお店で水曜日休みだから来てるんですね、こっちに。お前働けよありがとうございます。ユッキーがお世話になったんでね。あ、そうそう、ユッキーがね行ってね、で、あの燻製とかも美味しいし、ぜひね水曜日以外にアンジュールさんの方ね、あの検索して行ってもらいたいと思いますけど、今日はねたくさん来てくれて他にも、いただいてます。ありがとうございます。ということでスポンサーの方お願いします。この放送は真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそば清水港駅舎サバスホール、困った時に来ていただければすぐに治療ができるをコンセプトに、横浜市内に5店舗の接骨院整骨院を展開している勝田メディカルグループ、四季折々のフルーツや甘くてジューシーなフルーツケーキなどが揃う老舗果物専門店ティーベリー豊田屋、心からくつろげるひとときや本当に美味しいと思えるひとときなど心をより豊かにする活動を行う JT、 地元に密着した暮らしに役立つさまざまなサービスをお届けする株式会社時は松の提供でお送りいたしました。はい、お前終わってないよまだ。終わってないですね。 お送りしてますからね、はい、これちょっと今名前がないんですけど、はい、今の曲ですよね、前奏間奏、でジョニーさんがなんて言ってんですか。あ、はいはいはい、ゼップでさ、ここも叫びたいです、教えてくださいって。あ、ね、乾杯の意味のね、チアーズっていう、チアーズ、チアーズ、うん、はいはい、うん、ドンツッドドンツッドン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 チアー、うん、あー、まあ乾杯の意味です ね、 ですね、はい、英語で乾杯をチアーズ、多分そこだと思うんだけど何言ってるんだろうね。そうなんです。皆さんちゃんと練習してくださいね。練習しておきますよ。でもそれよりも俺のその低音の魅力をよく聞いてもらって、ブンブッブンジュッピッドバーみたいな。いいですね。なんで俺生で歌ってんだよ。宇多さんだから贅沢なんだよ今そこの席に座ってんのは、ね、目の前で、本当にもうドキドキするな。いやいや師匠師匠だって、おい目黒さんも来てマガレットさん、はい、マガレットさん、先週の川崎 FM の様子をみゆちゃんが YouTube に上げてくれましたか、うん、翔さん大丈夫ですか、はい、何が何だろうまあいいや、うん、40代とならワンちゃん恋をしたいとか言っちゃってるしあ、そういう大丈夫なのね銀杯の解放誌では、うん、ジョリビーが実体験だと似合わせてるし、うん、もちろん65歳好きに行ってもいいんだけど、うん、そうだね、なんかさっきじみたものを感じませんか。いやさっきじみじゃいないけど、ほらガラスの外もほぼ50代以上ですよいやすごい50代以上は、うんね、もうリアルなこれからのね、はい、またその恋がしたいと思うんだけど、やっぱワンチャン狙うのは40代でしょう、ね、50代じゃないと思うんだよね。やっぱ30代の人いますか。30代の人いるわけないでしょここに何言ってるんですか宇多さん追い打ちかけたりしたやめてよもう、ね、だけどほらあのそれがかっこよく入れる秘訣なわけですよ。見てください表にいる俺の同級生の上条くん、全然いけてるでしょ、はいはい、おっさん臭くない65ですよ。お若いですよね。それがね、いやバカ手振ってんじゃねえよね、だけどそういうなんだろう、あの、まあ、仕事で、ね、お店やったりとか、うん、お客さん対面するとやっぱり、うん、かっこよくいつもいなきゃいけないと思うだろうし、はいはいはい、だからね恋は必要なわけですよ。必要ですね。ただどこら辺を行くかっていうと、やっぱ50、60はあのなんかちょっとずるいじゃないですか、わざと不安の子たちを高めるみたいな、うん、でも本当はワンちゃん40なんですよ。
どう反応していいんだか分かんない。やんちゃんはね今外にいる全員を敵に回しましたね。やべえ。いや だけど本当あのね、さてと、あでも、モネさんに来てくれてるファンの方からですね、ショックンシート、ショーさん初のショックンシートに座ってます、 FM トツカ聞いてます、毎週楽しみにしてます。名前書いて40代女性の方。この方がこの方が昨日いらっしゃって、それこそ臨時ボーナスかなんかが収入入ったんですって、ここのスタジオの皆さんも ご飯にご招待したいですっていうお話が来ましたよ。嘘、そう軽々しきはいけないけどね、どこに連れてってくれるのかな。って言いながらそう思ったら、うちらこの番組やっても5、6年経つけど、メンバー揃って飯食ったことないんだよね。ないね。ないですね。歌助が早く帰るからだね。そうなんです、僕はこの後落語教室があるのですぐ帰らなきゃいけない。いやでもほら日改めてねっていうのも一回見たことないですよ ね。あでもまあ大ちゃんのところで会うことはありますね、宮見でね、そう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 ね、それはあるけどね。で、まあ、じゃあ大ちゃんはちょっと仕事中だけど、でもさちゃんとさ時間作ってやる、大蔵がそもそも時間がないじゃん。いや別に作る。水曜日にやればいいね。あもう何でも。メイさん、あのユウさんのあの、終わった後。うん、はいはい、ね、あやらないとまずい ね。じゃあ今日あの落語教室終わったら帰ってきましょうかこっちで。いいね。急にいいね。ユッキー呼び出さないとね。そうね。なんか考えてもいいのかもしれないね。はい、食事会ね。あ, いいあそういえばですね、コーヒー貴族さんから。おコーヒー貴族お世話になっております。片山さん、宇多助さん、はじめまして、銀友の皆さん、こんにちは。翔さん、名前ないね。俺ないのか。初めての投稿いたします。ほうほう。今週日曜の運動トーク盛り上がっていることと思います。おはようさくラジオの月曜パーソナリティ、伊予木和彦さんも参加されるようです。ほうほう。ガチ勢なので、フルマラソンでエントリーするそうです。おー、そうか、伊予木、すげえな。伊予木、俺、同期生なんですよ。あ、そうなん。俺、同期生です、中学校で。毎中出身、毎中出身、あ俺の後輩だな。そうです、フルマラソンですって。あフルマラソン行くんだ。生意気だな。すごいですね、フルマラソンは。でもこの意気だったらあれだね、来年は宇多さんフルマラソンだね。来年からさ、そうだね。でもやり続けてはいたいなと思いますね。そうでしょ、できるだけやっぱ目標を持たないとダメだよ、健康にいいんです間違いなく。ただ膝がとか筋肉痛とかってあるから仕事にさせあれがないようにしないと。そうだね、座れなくなるとまずいので。まあまあ俺らはいつもそれつきものですよ、はいはいね、バイク乗る車乗るでもやっぱ運転気をつけなきゃいけないのはね、必須だもんね。事故が起きたらどうするんだとかいろいろ考えて何もできなくなっちゃうけど、でも走ろうよ、はい。じゃあ翔さんは来年は俺は、ね、7キロでいいですね。またねちょっとなんかのライブ入んないですね多分。ないや違う、ライブ抑えときに、もう日にちだけ抑えときに。あそういう時に限って入っちゃったりとかするんだよね。まあいろいろありますね人生ね。はい、お手紙いただいております。はい、大好きな翔さん皆さんこんにちは。こんにちは。今日は2ヶ月ぶりにラジオ観覧です。これ誰ですかね。マーシーさんね。横浜アリーナで私が趣味とも仕事ともしているアロマオイルのイベントがあり、東戸塚が近いので翔さんと皆さんにお会いにしていこうと思ってきました。ついでじゃねえかよ。まあこっちがあるから来てアリーナに後から行くんだろうか。まあムカつきますね、マーシー。先週来る予定でしたが私の母が亡くなりました。あかわいそうですね。私の体調も悪かったので、来れませんでしたが、母は余命2週間と言われて残された時間を私の家で、見取ることを決め、2週間が2ヶ月近く一緒に過ごせました。寝たきりの母でしたが、食べるものもプリンやアイスなどでしたが、母と一緒に食べる、おやつが美味しく楽しく食べたことが思い出となりました。最後の見取りもしっかりできたので悔いはないです、ね。まだまだ思い出すと涙が出ますが、母と一緒に、過ごした最後の日々を忘れません。悲しいけれど翔さんに会えたのでパワーをもらいます。そんなことないだろう。でもね、良かったですね、その、ね、お母さんとの時間が、ね、そんな なんでもないそのことがさ、すごい思い 思い出になるんだよね。ね、え良かったですね本当に。マシさん、ね、元気出していきましょうね、はい。
そんなようなことをお別れを言えるね、うんうん、あの期間があったわけですもんね、一緒にいて。良かったですね。ね、突然ね、亡くなっちゃったらなんかちょっとすごい悔いが残りますけど、はい、ね、一生懸命いろいろできた、その最後の時間が楽しめるっていうのはね、やっぱね、素晴らしいことですよね、はい、はい、ありがとうございました。さあ、そんなこんなで情報をこの辺でちょっと時間を見ながらやらないといつも大変なことになるんで、はい、大ちゃん狙ってんだよね俺が。いや俺のせいじゃないですよ。俺がさ、時間を忘れて喋ってるとプハハハハハッて終わるんだよいつもね。横浜銀杯さん、ゼップツアーのお知らせです。横浜銀杯ロックンロールロード2023ジョニーカンバックヴィンテージ3、11月3日ゼップ羽田、11月25日ゼップ名古屋行きますね。あとちょっと12月なんで、うん、まあ一応言っておきますか。12月2日にゼップナンバー、12月10日の日曜日北海道行きます、ゼップ札幌、そして12月16日ゼップ福岡、ファイナルが12月の30日ですね、KT ゼップ横浜。皆さん CD の初回版で、ゼップじゃねえや、あの楽屋訪問券ゲットしてくださいね。とりあえずこのアルバムを全部やります。今練習ゲロキツです。本当にね、毎日練習してる。まあ当たり前なんだけどね、自分で言って、いやいやいや、自分の仕事なんだからやって当たり前なんだけど、でなおかつ楽しくてしょうがないです。はいはい、いいですね。やっぱね、楽しいんです、バンドって。バンドで一緒に練習してるのが、うんうん、だってさ、歌さんとかさ、やっぱり落語の練習って一人でやるわけでしょ。一人です、ね、ええ、なんか落語あの、ね、うちで、うん、かみさんとかに聞いてもらうパターンもあるんですけど、あ、そうだね、かみさんもだんだん面倒くさくなってあんたいいわよ一人やってないあの聞いてくれなくなってます。あ、そんなもんなんだ。でもかみさんがいてちょっとね、はい、やれることはいいじゃないですか。はい、はい、そうですね。いいところで、大ちゃん、はい、歌さんの人生楽しみましょうでした。また来週まで、バイビー、さよなら。